ミアコートとは、モザンビーク出身の作家である。彼のポルトガル語作品は22以上の国で、出版され、広く翻訳されている。ポルトガル系モザンビーク人。コートの本名は、アントーニオエミー・リオ・レーテ・コートであり、1955年に、ポルトガル人の入植者の一家の二世として、ポルトガル領モザンビークのベイラ市に生まれた。彼は、母語のポルトガル語に加え、 ダウ語と英語を第二言語として話す。14歳の時すでに現地の新聞に詩を発表している。17歳でベーラから首都のローレンソ・マルケスに出て医科大学に入学。コートはポルトガル系入植者としては少数派の道を歩み、高校時代にモザンビーク解放戦線に入党してモザンビークの独立運動に加わった。1974年から1年間、 フレイリモの依頼によって学業を中断してトライビューナのジャーナリストとして働く。1975年のモザンビーク独立後、雑誌や新聞の記者として働く一方で文芸活動をも始めた。1983年に詩集イスでオーバル法が出版される。1985年には生物学を学び直すためにジャーナリズムの世界を離れる。 1986年に出版された短編集、ボスのワティスギスからコンスタントに作品を発表し続け、最初の小説、無有の大地がジンバブエの国際書籍展で、20世紀のアフリカの書籍のうち、最も優れた12冊に選ばれたことをきっかけに、次第にコートの詩や小説はモザンビークのみならず、ポルトガルやアフリカ諸国、さらにはブラジルの読者にまで、 広く読まれるようになった。90年代に入って作品の多くが英訳されることで、さらに読者は世界に広まった。コート文学の最大の特徴は、何といっても、モザンビークという土地に固有の語彙やアフリカ的思想を作品内に投げ込むことで、ポルトガルという言語の再創造を試みながら、全く新しいアフリカ的な語りの文学を生み出していることである。 様式的には現代ラテンアメリカ文学の魔術的リアリズムの影響を受けていると言われ、またその文体はブラジルのジョアン・ギマラン・エス・ローザの大いなる奥地の影響を受けているという指摘もある。だが、コート自身は外部からマジックリアリズムと呼ばれるものは実は南部アフリカの自分が住んでいる土地の人間からすればリアリズムそのものなのだと語っている。2007年4月に コートはラテン連合のロマンス五賞を受賞した最初のアフリカ人作家となった。コートはポルトガル語圏で同賞を受賞した4人のうちの1人となり12000ユーロを獲得した。2013年6月10日にコートハケルス宮殿にてポルトガル大統領アニーバル・カバコ・シルバとブラジル大統領ジルマルセフによりポルトガル語圏最高の文学賞である。 カモンイース賞を授与された。また、2014年には、ノイシュタット国際文学賞を受賞。翌2015年には、国際ブッカー賞の最終候補者にもなった。ありがとうございます。